紹介をしていきたいと思います。今日ご紹介するものはもう本当にいつ7月か8月に購入したものでかなり前になってしまうんですけど、動画に撮りたい撮りたいって思って写真だけ撮りためているので紹介させてください。まずはこれは2週間分2回分ですねのオイシックスの購入品になります。1つ目はバラ凍結長野県産トロットなめこ。なめこが冷凍してあるものですね。でこれを買ったんですけど、私はなめこの味噌汁が大好きなので仕事が終わってもう料理とかめんどくさいっていう日、まあ大体毎日めんどくさいんですけどに鍋でお湯を沸かしてこのなめこの冷凍バババって入れてお味噌汁にするだけですっごい簡単なのにすごい美味しくて、でなんかお味噌汁を飲むときってああ幸せって感じるんですよね。すごいリラックスできて、なのでこれはすごい気に入りました。だいたい3回か4回分くらいになったかと思います。続いては本場明石焼きですね。明石焼きが20個とだしつゆが2袋入っていたので10個ずつ2回に分けて食べました。でレンジでチンするだけでできて、まあ、美味しかったのでなんか YouTube 見ながらとかおやつ代わりにジャジャッと食べたりとかして美味しかったです。続いてはレンジエビグラタン3個入り。このエビグラタンはコンビニとかで売ってるこう丸いケースに入ったグラタンとかよりも小さくてこう手のひらサイズというか、でもお弁当に入れるグラタンとかよりかは大きい。どれぐらいって言えばいいんだろうな、なんか納豆の四角いケースぐらいの大きさですね。で朝の時間がない時とかがっつり大きいのとか食べてる時間がなかったりこうお腹こんなにいらないっていうことがあると思うんですけど、これぐらいだとすごいちょうどいいのでこれも気に入って何回かリピートしています。続いてはこのミニ焼きおにぎり、ミニ焼きおにぎりです。レンジでチンするだけで出来上がる焼きおにぎりなんですけど、まあ美味しいんですけど、まあ、美味しいんですけどこれはあんまりリピートはないかな。なんだろう、ご飯とかをレンジでチンしたものが、まあ、だんだん分かってきたことなんですがあんまり好きじゃないんですよね。なんか冷凍のものでもできればレンジでチンして食べるよりも湯煎とかオーブンで焼くとか押して食べた方が美味しく感じるので、なので焼きおにぎりもあんまりなくてもいいかなっていう結論に至って、最後の方は冷蔵庫に眠っていました。続いては鶏ごぼう中華風チャプチェですね。このくちゃくちゃってくちゃくちゃってなってるこのチャプチェ美味しかったです。
物産所のようなとこに行くと安いので、まあ、それを買ってきた方が全然安いんですけど、まあ、面倒くさいので、日中仕事だったりなので、今回初めてこれを購入しました。で、鍋でこう静岡をね茹でて作るんですけど、美味しくて、で、炭酸水と割ってすっきり飲んで楽しみました。以上が今回のオイシックスの購入品になります。ちょっとお値段がやっぱり高いんですけども、でもその分スーパーに行く回数が減って、でスーパーに行くと余計なものとかも買っちゃうから、まあ、結果的に食費はやや高いくなったっていう感じかな。はい、そんな感じで、また何かおすすめのものなどありましたら教えていただきたいです。それではまた、おやすみなさい。また明日。